紹介です。長岡 HR420 番局さん、こちらは QYT273 です。はい、皆さんこんにちは。長岡 HR420 桃助です。今日はこの DJX11、特定省電力トランシーバーのバンド 400MHz 帯の受信感度について、このアルインコの DJP23L と比べてみたいと思います。特徴の中ではね、ほぼほぼ一番に感度のいい機種なので、どうかな、対決させてみて、互角だったらねすごいと思うよ。では、テスト行ってみたいと思います。ということで、このアルインコの DJX11 の特定省電力トランシーバーの、周波数の受信感度チェックしてみたんだけど、悪くなかったね。 DJP23L で、まあ、ギリギリスケル値が開くかなっていういぶきレピーターも、まあ、DJX11 でちゃんと聞けてました。まあ、若干比べてみて、聞こえるんだけど DJX11 の方がノイズが少し多いかなっていうね気がします。まあそれはね、まあアンテナにもよるかもしれませんね。特徴についてるこのアンテナっていうのはもう完全に特徴の、バンドにぴったり調整されてるアンテナです。で、ただこの DJX11 の、純正アンテナっていうのはある程度高帯域を聞くためのアンテナになってるので、まあこれね、アンテナが簡単に交換できるので、400MHz 帯に調整されているアンテナ、まあアマチュア無線のね、430用のアンテナでいいと思うんだけど、それに変えて歩けるだけで、その辺はね解消できるんじゃないかなと思います。また車なんかで聞く場合は、ケーブルつけて車の屋根の上にモービルホイップを立てると思いますから、まあ利得がある分ね、特徴よりももしかしたらよく聞こえるかもしれません。それもねまだいずれテストしてみたいなと思いました。とりあえずね、まあ、特徴帯の、受信感度は問題なさそうなので、特徴のねレピーターのチェックなんかには使えそうです。いよいよ次回はね、僕らが一番聞きたいチェックしたいバンドである、27MHz 帯の、受信感度についてテストしてみたいと思います。以上、長岡 HR420 桃助でした。バイバイ。登録こういう感じ。